静かにし始めるからさ。やっほー、もい、誰、こんばんは、どういうことこんばんは。へい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 、やっほー、やっほー、こんばんは、こんばんは。今シェアしたんだよね。テロップ書きます。7月って書こうと思ったの。7、もういいや。7月、日々、1日、日比谷野外、音楽堂、待ってます、ハート、オッケー。こんばんは、こんばんは。今日もさっき舞台稽古から帰ってきました。イエーイ、お疲れ様です。こんばんは、いらっしゃいませ。こんばんは。とりあえずさ、まず挨拶だよね。こんばんは、挨拶って大事。よし、こんばんは、こんばんは。今日はてるてるのんのを作ります。昨日はてるてるマイカを作ったので、今日はてるてるのんのを作ります。マイカにね、てるてるマイカって言ったらね、マイカてる坊主ですっていうのこっちが作ってんのに勝手に名前変えてくるんですよ。マジどう思いますか。え、違う、今日ね、なんかあのねなんだっけ、何を、もう頭もうダメだ、日本語下手。あのね、差し入れでね、今日ケーキとかいただいたんですよ。でプラスなんかその後に食パンをいただいたんですね。野上の食パンってわかりますか、美味しいやつ、高いやつ。いや、それをもらったんですよ。でなんかそれを、なんか食パンをなんか食べちゃったから、なんかそれでお腹いっぱいで、なんか夜ご飯食パンみたいな感じで、も美味しい食パン、野上のなんか有名なの、めっちゃ高いんですよね、あれって。知ってるんだよ、知ってるんだよじゃない、そう、知ってるんだけど、知ってたんだけど、そうだから野上って見た瞬間、あっ、でもそう、差し入れをいただいたので、そう、あのね、でもね、差し入れがね、あるとね、大人の方が多いんだ、だから怖いんだ。心の声。でも差し入れは嬉しいんだ。え、そう、マジで食パン美味しいよね、マイヨ。うん、マイヨ食パン大好きだからさ、食パンしか食べない、食パンしかマジで食べすぎてちょっと心配になるぐらい。だから今日そば食べたんだよね、あんながね、あんなママって今日呼んでんだよね。そう、まあ、ちなみにマイヨが今日もいるんですけど、マイヨいつもあるマイヨか、ひとみんか、リサか、なんかどの子かが、なんか多分なんか本当に住まれてる気がする、誰かしらに、うん、私ね、本当にマイケルおるんだって。そうそうそう、マイケル、ハートありがとう、足ありがとう、のぶさんだるまありがとう、いるのねって。そうそうそう、マイヨがいるよ、出てこないのって、うん、出てこないと思う。布団から出れないの。何から？布団から出れない。布団から出れないらしいよ。誕生日しげっちさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうって言って。おでめとう。おでめとうだって。しげっちさん、お誕生日おめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. ねえ。しげっち、ハッピーバースデートゥーユー、しげっちおめでとう、うん、タワーだよ、しげっち。 え、 なんかもうほんまにさ、なんでさ、誕生日思ったほんまそれ、私があげなきゃじゃん。しげっちありがとう、いつも。しげっちおめでとう、おめでとう、そしてありがとうなんだけど、しげっち、なんでみんな、なんかすごい誕生日の方立ててくれるの。でもさ、私なんか申し訳ないじゃん、うん、ね、なんか私がさ、あんな自分が誕生日なんだって思う。じゃあ毎日のように誕生日になっちゃうね。私は毎日365歳。365歳、1年間で365歳になっちゃう。しげっちありがたわです、ありがとう。毎夜はベッドで寝てます。寝てはない、足が痛いんだって。もうなんか毎日足、なんかもう毎なんか当初から言ってるよね、足いつも痛いよね、常に
常に成長痛、常に成長してるらしいわ。ノブさん、タワ、嘘、こっちまで反映されてない。私タワ見つけるの上手じゃん。ノブさんありがとうございます。ショールーム先くせにそれは上手なんじゃね。ノブさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ気になるコメントあれば読んでください。特にないですね。了解です。あ、面白いのないって。失礼しました。だっておもろ。ノブさんありがとうございます。ほんといつも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 ありがとうございます。いよいよだね。いや、そう、サオさんやったね。私のせいでさ、めちゃめちゃさ晴れちゃうかもね。うん、うん、ん、何タワー、嘘、ヨッシーさんありがとうございます。いや、今度から見つけんでね、タワー。どういうこと、アンが、私が、え、見つけんの、え、何それ。またありがとう、ヨッシーさん。また嘘でしょ、みんなストップ、ほんまに。なんで前を守るからでしょ。そうかもしれん、普段からか。ほんまに、でもなんか本当にいつもノブさんもヨッシーさんもユウヤさんもいつも、いつもさ、いつも投げてくれるの。ノブさん、ヨッシーさん、ユウヤさん、サシナユイさんもいつも投げてくれる。もうみんなダメ、やめて、もうみんなストップ。そんなことするんだったら前からしょっぱい買ってほしいんですよ。もう本当にマイカ面白すぎて好きね。え、本当にちょっと待って、みんな止まって、気持ちだけが嬉しいね。食パンちょっと一回黙って、お願い、ね、食パン買ってあげるからちょっと黙って。よしさん、ヨッシーさん、ユウヤさん、ヨッシーさん、ユウヤさん、うん、サシナユイさん、サシナユイさん、ポークたまごさん、ポークたまごさん、豚たまご。そうだ、それは違うんだよ、豚肉なの。豚肉エッグ、そう、と卵とっていうのはそういう料理があるのって言ってたよ、この前もやってきます。そうそうそう、で、ポーク卵さん、そう、いつもつむじ見せてんだ、常に書いたりさ、なんかてるてる坊主作ってるからさ、ありがとうございます。本当にいつも皆さん本当にありがとうございます。塩パン飽きたの、だって塩パン高いらしい、確かに。ありがとうございます。しげっち、ノブさん、ヨッシーさん、ユウヤさん、サシナユウさん、ポーキ卵さん、ありがとうございます。さあ、みんなありがたわです。てるてるさん、そう、てるてる、じゃあてるてる作りますね。え、なんかそう、ファンの人がさ、ありがたわって言うの、うん、そう、タワー来たらいつも何々さんありがとうわってコメントがバーってくるの、とか誕生日の時とか。メントペーパー作ってんの。違う、ここの部分だけ見えないじゃん。まあ、ティッシュもったいないからね。違うの、これがあったの。マイヨシャラップ。マジ今日見せてもらって。ねえ、マイヨ。見せてよ、見せてよ。何見せてよ。はあ、面白い、マイヨ。マイヨうるさい。マイヨうるさい。だから私がバカなんだよ。何が？ネットペーパーだから。ね。喋らないで。ねえ、喋らないの。ねえ。てるてる。てるてる、てるてるのんちゃん作ってんの今。のんなバカじゃないから。あんなバカじゃねえし。バカだけど。上手くなった？てるてるポーズ作るの。うん。なんか日々成長って感じ。マイオさん映ってだって、映らんよ今日多分。のんの。でも嬉しいでしょ皆さん、マイカの声が聞けただけでも。ね、絶対そうだよ。うん、ちょっとマイカのファンの方呼んできて、みんな、おい、マイカがいるよって、マイカが、マイカが、マイカがいるぞって。はい、もう一回つむじ見せるわ、みんなにゃん、うん、どんな顔にしよっかな。ちょっとのんのたんはね、普
通に声出していいんかって、もうマイオはもう18歳、もう18歳になってるから大丈夫。やばい、僕18歳やばい、ちょっと待って、のちょっとこっち側にもう一回書きたいと思います。これね、めっちゃ難しいよ。難しそう。文字を、太いやつじゃん、私細いペンあるよ。でもね、でもね、細いペンあるの。あら、それは用語材質。どう、うん、顔は、顔は目をもっとでか、あちょっと待って、アルコールだよ、アルコール。そんなアルコール案がすぐ出てくると思う。アルコール、これはいいんじゃない、あのなんかネイル落としみたいな。マジ何しよう、ショールーム中に。ネイル落とし、え、全然取れん。ネイル落としってなんて言うんだっけ。除光液、除光液、除光液。まあいいや、とりあえず、とりあえず OK。 お目目をくり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 、ポン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 、のんぴー作ってます。てるてるのんのです。てるてるのんのです。はい、てるてるのんのができました。パッパラーン、あ、かわいい。てるてるのんのの完成です。ということで写真を撮って貼り付けたいと思います。両面テープ、両面テープで、ここで写真を撮ります。まずずっとこの工程をね、お見せしてるの。しかも超無言で、うん、じゃあマイクが喋ってあげよう。喋って。好きな食べ物はお肉で、ご飯で、うん、で、最近ハマっているものは、まあ、食パンかな。それさっき聞いた。そうで、今日も食パンを差し入れていただいて、でもなんか1枚食べたらね、もう一切れなくなってたね。みんな食べてたよ。みんな食べちゃった。そうだよ、両面テープずれると割れるって。やば、マジ割ろうや、ふざけんな、ふざけるな。はい、てるてる作りすぎ、熱いって。てるてる坊主が作りすぎて、ちょっと暑いじゃん最近、気温が高いじゃん。だからでも夜温でね、そう、晴れる、困るから晴れるようにね。まあでも暑すぎるのもちょっと迷惑迷惑あ、てかそう、新しいさ、あの T シャツとさ、生写真追加されとったね。知らんかった。っていう感じです。皆さん、夏に向けて、夏に向けてっていうか、黒なのでね、まあ日光は吸収しますが、まあ黒だからまあ着やすいし、まあ、デザイン的にも着やすいかなって思いますね。生写真出すぎでは、あー、それなそれなってそう、自分なんもなんかめっちゃサイン書くなみたいなね、うん、感じはありますね。そうなんです、 T シャツ、新しい黒の、前髪やばくない？ま、新しい T シャツと生写真が出たのでよろしくお願いします。はい。台湾も最近だよね。台湾も最近。台湾っていつよ行ったの？今年か。紅白で出たんだ。今年？行ったの？台湾行ったのは今年か、3月。舞台もなんだかんだ今年なんだよ。2年前、ね、コラボできてないけどねお休みお休みじゃないよ。いいじゃん、いいじゃん。今日の話題はなんでショコ、ショコの話はちょっとまだしてないかな。 T シャツおいくらですか。わかんない。1000円ぐらい
2000円ぐらいじゃない、だってマイカが。5000円だって。5000円以下。そりゃそうだわ。3500円だって。リプ読んでくれてます。5000円以下やん。そりゃ T シャツ5000円以上とかやばいやろ。3500って、え、いつもより高くない？うん、え、いつもそんなもんかいね。わかりません。初見、ゆうすけさん、ありがとうございます。だんだん上がるんだって。だんだん上がるの、そういう。他の歌みたいだね。うん、だんだん高くなるって言うとある。しんしん、それだよ、それに合わせて。あ、あれ、ぐんぐん、ぐんぐんじゃない、だんだん広がる。そうそうそう、あのマイカ歌うの好き、めっちゃ。そう値段釣り上げんといてーって、私たちに言わんとてー。あー、前後にプリントがあるから。あー、確かに。あー、強っ、強タワー。どうしたね、本当に感謝です。そうよ、明日きっと君らですね。そうですね、マイカヒャン、え、きっと君らですね。え、明日ですよ、 tomorrow。ファーストティーが一番好き。え、カーキと白、あ、いいよね、あれ。違うよ、黒ね。あ、間違えた。あ、黒いいよね。全部いいよね。え、でも確かに黒めっちゃ好きやん。デザイン好き、めっちゃ。いいね、うん、テロテロ。え、全部好きよ。一番テロテロじゃない、ファーストティーが。うん、うん、めっちゃ好き。え、ベイちゃん、それはそれは話したい。それはそれは。HKT さんの、ジトエネネさんダンス動画見てない。見たい。見た。マイカが見た。なんとかなんとかっていうダンスの。そりゃなんとかなんとかっていうダンスだろうね。え、アートで見ようと。ボックスロゴって何？あんな適当。え、あん今なんか言ったっけ？あ、なんか言ったかも。ね、黒普段でも着れるしね。あんまイコールラブ主張ないしね。好きんやん、いく。あ、ヨッシーさんありがとう。なんかマイカのコメントばっかね。やめてあげて、そういうの。元気とかさ、アンニャのさショールームなんだから。まあ、元気ごめん、ばっかとかちょっと思ったけど、アンニャ元気って。あんまり配信って私の生きる意味だって。おそんなそんなそんな大して、私たちあれだよ。ほら、アンニャ元気って。あー、アンニャ元気元気。アンニャ元気。あー、元気元気。イコラブティ普通に渋谷歩ける。あ、やん、歩けん。歩ける？歩けん。歩けんよね。とりあえずマイカ元気だって。とりあえずマイカ寝てるって感じ。ゼロスケはちょっとわからん。なんか感謝されとるよ、マイカ。なんで？分からん。なんかアンを支えてくれてありがとうって感謝されとる。ま？まって何？じ。本音で草。ね、すぐみんな草って言うんだけどさ、草とかそんな使わなくない？今からちょっと、今からちょっと。草って結局どういう意味なん？わらみたいな感じでしょ？わら、あれが草に見える。あ、だよね、これだよね。じゃ今からアンニャの、アンニャの、アンナのショールーム大草原になるよ。オッケー。みんな大草原にするんだ。みんな大草原にするんだ。マジ草だって。すぐ草っていう。草は草だよ。ほら、大草原になってくよ。草ばっか。何？あんなとこ遅いんよ。はんね。わかる？マジ。おいおいおい。草ばっかじゃねえかよ。おい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 。やめ。やめて。誰？スタート言うたの。やめ。マジ。もう草ばっか。もう漢字の草とわらわらの草と。もう。もうね、アイドルにクサクサ言わせんとってや。うん、ほんまにやめて。やめて。え、
やめやめ、大草原やめてもいい、大草原終わり、芝刈り機、芝刈り機、芝刈り機じゃないわ芝刈り機ってなんやねん、やば、ウケる、配信楽しい、ありがとう、ありがとう、もう草&草とかほんま草ちょっとこれから話を切り替えて、はい、何の話すればいい、大して別に今日話す内容ないんだけど、前からの瞳の好きなところ、うん、ね、急に瞳なん前からの話ばっかりだったあれから瞳にしてみたんマジウケる、みんな好きだよ瞳の好きなところ、今日なんか今日めっちゃ面白かったのが、なんかおったかな前か、あ、おらんかったか、うん、なんかね、うん、なんかピアノがあったんよね、楽屋みたいなところに、楽屋っていうかその稽古場の、うん、そのうちらがおる部屋みたいな、稽古場ではないけどその、まあ、更衣室的なところにね、うん、でそこにピアノがあって、なんか何やろ、なんかこうボタンを押したらさ、いろんな童話童謡、うん、が流れるんよね、なんかある、あ、歌ちゃいけん、なんか森のくまさんとかさ、うん、なんかそういう感じのが、それでなんかそれを流しよったんよね、うん、でしょうことあんとひとみとかとかなあたんとかみんなでなんか合唱しよって、うん、なんかある日とかって言ったら、うん、あーとかなんか裏でほーほーほーとか言ってある日あるんなんかあんらみんなで 4人ぐらいで、うん、爆笑しながらなんかそう電子ピアノみたいな感じでめっちゃ合唱して、いろんな曲流して適当にで、なんか裏でちょっと合唱団みたいな感じで、うん、ウィーアーウィーアーとかってなんかいろんなやつやっとって、うん、めっちゃ面白かったっていう、ひとみさんと爆笑したっていう話、そうコーラスみたいな人と、イコラブ大丈夫か、マガオ大丈夫、大丈夫、マッサージチェアまだあるよ、けど最近マッサージチェアのある レッスン場に行ってないから、行きたい、行きたい、持ってこよう、家にも、マジそれ、アンナの部屋、アンナの部屋に持ってこようか、動画撮っとったよ、でもイオリが撮りよった、イオリの期待だね、やだ、アンちゃんの部屋に誰かいるの、マイオがいるよ、マイオちゃんが、あと5日でヤオンだって、イエーイ、ラグーナですよ、その前にね、なんてことだ、レグルスさん、クマさんありがとうございます、タケッチさんいいね、ありがとうございます、男ではありません、マイカちゃんヤオンで初めて、おひとみさんじゃん、しかもありがとうございます、いおりさんの話聞きたい、どういうこと、あ、いおりの話が聞きたいってこと、いおりのファンの方ってこと、いおりの話ですか、いおりさんは今日その私たちの動画を撮って爆笑していました、うん、あ、いおりさんはさ、結構出会ってるじゃん、最近、何、言っていいか、何それ、あー、いおりさんよくツインテールしてます最近、舞台のなんか役的にさ結構可愛い系の役じゃんか、でけんなんかそれに少しでも入るようになんか気持ち的にも、みんなやってるよね、うん、結構マイカもね今日やっとったしね、そっくりだったよね、うん、マジでそっくり、すぐ分かったもんね、うん、なんかそういう風に髪型とかをなんかそういう感じにしてみんなでやってます、コメ読んで、てんてんてん、読んだでもなんかアンは短いんですよね、髪型が、多分今のサナぐらいなんよ、事件もどうしようもできんけん、確かにね、そう、それは仕方ない、仕方ないね、仕方ない、明日手紙送るつもり、待ってます、そう、サムライヘア最近ちょっとないですね、ノンの激おこ案件、なんで、なんで、なんで、あ、待って、あのツイートしたんかも、違う、あれだって、あれちょっと待って、あ、違った、
全然違った。テスト好き？好きじゃないよ。なんだ、ショートにはしないかな。あ、いい音できた。ソワの歌？うん、歌っていいよ。ソバ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 。寝た方がいいんじゃない？いる君。そう来たか。聞こえとんかな皆さん、そのこのぐらいの声のレベルって。そば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 にいる君が好き。だってマイク歌うまいな。これでうまいってわかるんか。ほんまか。全然機械やん。強いな。聞こえてたわ。え、どれぐらいの声聞こえないの？あんま結構ね、3度ぐらい。またくさくさになったんですけど。大草原だって。蕎麦派だって。え、麺類で何が一番好きな？うどんが好き。あ、そうだったね。うどんが好きだったね。あ、そうめんが好き。冷やし中華も好き。うどんも好き。蕎麦も好き。全部好き。ラーメンも好き。パスタも好き。やっぱ麺っていいよね。でも麺って一番やばいんや。やば。ヤバミンゴフラミンゴ。いや、花丸うどんが好きやけん。あら。うどん言うだやん。うどんやけ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 ん。うどん。炭水化物最強説あるよね。サッカー見た見た見た。マジでほんまに喉がやばい。ね、ほんまにそれ。収穫さん食べんといけ。今日カープどうなったん？途中までしか見てなかった。そういえばなんか勝った？あ、14対5。勝った。やった、よかった。最近さ、カープ見れないからすごいなんか悲しいんだ。だってね、今まではね、まあでもしょうがないんだけどね、なんかお家帰ってきてなんか時間がたまにね、まあ、なかなか見れんかったけど、見れるときはなんか広島からなんかお父さんになんか LINE のテレビ電話でサッカーを中継してもらっとったんですけど、ちょっと今はもう帰ってきたら余裕で終わってるんですよね、カープ野球が。だからでも差が 6.5 だって。すげくない？ちょっと分かってる、マイオちゃん。すげって言ったけど、え、だって、え、5だったよね、この前まで。 6.5 になってる。え、やば。 6.5 ってやば。だって 0.5 の差でその1回広島が負けたら、負けて巨人が勝ったら1差、1変わるか。でも広島は、え、何言ってんだ、分かんなくなった。広島がだから、例えば次広島が負けて巨人が勝ったら 5.5 になるってことか。そうだ、合ってる、よかった。でしょ、 6.5 ってだいぶやばいよ。ちょっとちょっと嬉しい、頑張れ。でもさ、あれだよね、ここ絶対今見てる方絶対巨人ファンの方の方が多いよね。黙ります、ごめんなさい、ごめんなさい。舞はちょっとそうそう眠たいらしいです。舞花ちゃんいるのって。そうだよ、ズムスタ行きたい。ほんまそれ、ほんまにそれ。そう、ひとみもね、でも行きたいって言ってて、マツダスタジアムにこの前言ってて、なんかバーベキューしたり
できたり、なんか寝転んで見れる席とかあって、マジでなんか食べ物もめっちゃ充実してて、マジでなんかテーマパークみたいな感じなの本当に。だからまあ野球あんまり興味なくって、なんか親とかに連れてこられましたっていう子とかでも全然楽しめるレベルに、本当になんか空気が楽しいし、ほんまになんか夢の国的な存在で、でも普通にあんは野球が見たいから、そう普通の席で見るけど、でもなんかもう食べながらとかもう見るの最高にいいよね。で一緒に風船飛ばしたり、あのカープのこの体操を踊ったりするの。パジャマって言われてるよパジャマじゃないから、これで今日行ったから、てかマイカとこれめっちゃお揃いだから、ね、うん、めっちゃ似とるやんな、これめっちゃ似てる、ほんまにパジャマじゃないから。まあいいんだけどさ、パジャマでも何でもいいよ、もう好きに思ってパジャマは似てるビールって全然そんなの全く飲まない、てか親も飲まないから、てか親がお酒飲んでるとか見たことないんだよね。えパジャマかと思ったって、普通になんかコメント結構来たんだけど、えショック、本当だね、初見でーすって、ありがとうございます。新井和弘さん、すぐ怒る、すぐパジャマって言うんじゃけ、じゃけなんでもパジャマ、タピオカ柄の服とかこんなタピオカちっちゃくないわ、パピちゃん、もうちょっともうちょっと、パジャマじゃないから、マイカもパジャマ着てないよまだ。マイカね、アンナとね対照的なボーダー、うん、ボーダーでもなんか形は似てるね今日の服、思ったんだよね今日さっき、薄い感じ。まあいいよタピオカ柄、流行りだからタピオカ柄、そうだよ、サクランボとついで、そうだよ、マジでサクランボ、サクランボ着てるメンバー多すぎ、わろか、ね、だってミリネとかリサとキアラも着てたしね、リサめっちゃサクランボ柄好きだよね、うん、ビール好きだけど球場だと高いね、ねってなんか基本の値段が分かんないけどでも聞いて、本当にマツダスタジアムのポップコーンがめっちゃ美味しいの、キャラメルなんだけど、なんかさ結構さなんかいろんなところで買ったりしてもさ、キャラメルのさ味が薄かったりするじゃん、でもめちゃめちゃ全部濃いの、強とかもチュロスとかもあるし、もうなんかもう最高すぎた、行きたい、あ私をねマツダスタジアムに連れてってって感じ、本当にマジでサクランボとタピオカブームだわ。タピオカ食べた、えタピオカ食べんじゃんマイカ、え食べるわよ、食べるっけ、でもねあそっかそっか、カルピスか、そうだね、あカープうどんがよき、それなマジで行列だよね、カープうどんとかあんの、そうカープうどんね、いやまあ松田スタジアムに行く一個は本当にそれが楽しみで、隣にコストコがあって、なんかそこでなんか飲み物とかも買ったり、なんかホットドッグ買ったりして美味しい、揚げもみじもでも広島駅だし、広島駅から結構歩いてカープは行くので全然揚げもみじも近いですね。広島行きたい、ほんと？あもう行きたい、球場行きたい、野球興味あるのって、ある、大好き、私の好きな選手はエルドレッド選手と菊池選手と松山選手が好きです。常に見とるよね、うん携帯でさ、うん、うん、常に携帯で見てる、なんかすごいなんか見たいんですよ、もうねずっとね見てて、でももう行くよって言われるって、もうそれがってなって、もうなんかギリギリまでこうやって見て行ってる、で帰ってきてすぐ見るっていうね、そう。いつから野球好きなの？でもなんか見てたけど、なんか本当に好きってなったのは言うて2年ぐらい前、ワールドカップ見たよ、見たよ、五大ドームツアーにコラボしてほしい、めちゃめちゃ有名じゃ、めちゃめちゃ遠い夢の話やけどね、そんなのできたら素敵やな、配信を見とくわ、話大したことちょっと今日話してないけど、大したこと話していいの？
嘘。あ、暴れてるやつだ。何暴れないくんです。暴れないくん？暴れてる。どういうこと？何言ってんの？暴れないくん？なんで？ね、本当になんで？え、マジで。ありがとうございます。暴れないくん。ありがとう。暴れたわ。暴れたわ。暴れないくん、ありがとうございます、本当に。暴れたって。野球の仕事したいね。うん。サッカーさせてもらったからいつか野球したい。ありがとうございます、暴れないくん。え、なんで投げてくれたの？マジでびっくり。先日の誕生日のなんとかのお礼だって、うん、ありがとう。そんなね、本当にね、お礼なんてマジで本当に本当に。あと波動のお礼って、そんな波動楽しかったね。みんながガチすぎてちょっと面白かったけど、やばかったよ ね、面白かったはず。楽しかった。ありがとうございます。目がかゆい。北でいらっしゃい。みち東京に来てなかった。え、わかんない、わかんない。でもこの結構前時期は東京に来とった時2人で会ったよ。え、いいな。みち、あ、そうよね、そうよ。みちがね、 LINE のアイコンにしとるみちじゃん。でね、この前なんかね電話してんな。あ、でもそれ結構前で、なんか違う、ショールームでさ、ショールームで、あ、そうそう、みちもみ月って書いたんじゃない？月って書いた後にビって書いた。あ、そうなん、どっちも書いとったんや。やば。でもね、私のこと佐々木舞香さん呼びなんで、たぶん、うん、私みちゅうなの。なんでなん、なんでなん。じゃあ舞香がなんて呼んでもらう？いや、なんでもいいよ。じゃあでも呼びにくいよね、名前。なんかあだ名みちゅとかさ、確かに、あんにゃとかさ、あれ、確かに、あだ名があればいい。確かに、舞香だから呼び捨てみたいな。じゃあおでこでいいんじゃない？じゃあおでこって呼んでって言っといて、今度でこひろみでいいよ。みちゅがさくらんぼ大好きで1000個食べられるって言って、え、強い、マヨでいいよ。じゃあマヨ、マヨかおでこ、でこひろみ、ひろみでいいよ。じゃあひろみで。休日の過ごし方はマイカの、すぐわかるよ、寝てる。え、なんで私の休日の過ごし方なの？アンナのじゃなくて、アンナのじゃなくて。アンナは半分寝るか半分か服買いに行く。うん、服買いたいけどさ、服買いたいけどね、服なかったら服いるで。いる、楽しいじゃん。でももうなんかもう収めるのがめんどくさい。服とかマジで8着あればいい。なんで8着なの？1週間なのかな。1週間でローテーションして。1個は？じゃあ1個はそのずらしていくの。あーね、だってさ、月曜日に、あ、こいつまた月曜日にこと。あ、毎回月曜日じゃなくするためにね。いや、じゃないそれ。なるほどね、頭いいって思った自分で。でもそれをいつかやるのが夢なの。夢？すぐ叶いそうな夢持っとるじゃん。何それ、おもろ。なんか本当にマイカって面白いね。なんか本当にこのショールームをこんなに面白くしてくれるんだって思って。アンナのショールーム面白いよね。面白くない、ただ単にほんまに、ほんまにアンは面白くないと思うよ。見てるよ私。そうな、うん、じゃあやれば。え、すごい、あん、多分ファンの方の心の中を代弁してあげたい。今気にしてるから。マジで本当に面白い。なんか面白い、マイカマジでおもろい。なんかすごい私のツボに入ってくる。線でいいよ、だってしないわ。じゃあしかもハートついてるし、腹筋してんの。ショールームのこと、ヨアニのトークショーで話題に。え、なんてなったの？え、全然
え、どういうこと？あ、後ろ、私もおらんときやな。あ、うちら多分大阪のだよね。大阪の日比谷が雨降るからだってマイカがやったら。あ、ちょっとやらんとこ、日比谷までは。うまいこと使うな、それを。日比谷までやらんとこ、やっぱちょっと雨どころか。じゃあ日比谷終ったらやるらしいわ。もうクリスマスぴったりになっちゃう。月1でいいって、もうマイカは。月 1？ え？何でもな。何でもな。おもろ。マジおもろ。マジで喉痛いんだけど。あ、例の5人配信いつやるのだって。確かに、いつかやろ。いつかやるね。いつかだよ。うん、うちらのいつかってほんといつかだから気をつけてね。塩パン作り配信しようよ。え、やだ。嫌なの？え、作れる？わかんない。オーブンだよ。作れないね。やっぱうちらにはやっぱお好み焼き配信しようか。うん、しようしよう。たこ焼きでもいいよ。そうだね。作りたい。じゃあ、まあでも舞台終わってからだよね、そうなると ね。なかなか舞台終わるまでは。でも舞台終わってもティフとかあるから。まあでも舞台終わったらできそうじゃない、少しは。舞台終わったらそういう配信もしていきたいなって思うけど、ちょっと舞台まではなかなか配信できません。しょこちゃんいないと自己理想って、ちょっとアンとマイカってあの本当に料理できる組なんですけど、本当に。待って、タワー、てんちゃん、こんにちは、てんちゃん。待ってね、ねえ、てんちゃん、中下、中下のてんちゃんじゃん。てんちゃんって天ぷらのてんちゃんなの？てんちゃん、うん、てんちゃんどうですか、それは天ぷらですか？過去天ぷらって書いてあるよ。でもさ、みんなファンの方のよ、なんかあだ名ってさ、どうやって考えたんだろうって気になるね。わかる、分かってって、ありがとうね、本当にありがとう。すごく気持ちが伝わりました、ありがとうございます。俺の気持ち分かって、もう分かってます、めちゃめちゃ感謝してます。ありがとうございます、てんちゃん。青菜炒めが好きなの。ああ、そういうの分かりやすいわ。何県出身？広島県。本名、ああね、本名じゃない方とかさ、どっからもその名前絶対違うでしょみたいな。え、嬉しい、ひかりさん説明したろかだって天ぷら、天ぷら、天ぷら、この天ぷらでしょ。空から降ってきた。まあ本名の方も、本名の下の名前って方も結構多いけどね。よしよしさん、よしよしって案外やる。私もやる。やるよね。だからよしよしかと思って。よし、みんなメンバーによしよしされたいからよしよしなんだなって思って。マイカに理由聞かれたことあるったって。でも忘れちゃった。忘れたらしいよ。マジ正直。面白い。フォローしてみた。ありがとう。アニャさん、ありがとうございます。シューマだからシューマ派。ああね、なるほど。うん、違うって、クサクサクサだって。もうみんなすぐ草使わんでいいけんさ、もうさ、もうさ、タイムラインがさ草で埋まるんだよ。4時から撮ったんだって。4時から撮った？よしよし。ああそうな、なんで4時な？吉沢さんとかでしょ。ああそういう、あ、名字？知らんけど。ね。なんであんなは草とか言う。どっちなんだろうね。どっちの気になるくない？そうかな。どうせ忘れてでしょすぐ。あなた常吉とか呼ばれる。コメントって後で読めるの？読めないんじゃない？え、わかんない、どういうこと？ギリギリ読めない。妙本トゥスケ竹取り状況せい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 。マイク当てようとするな、だって。申し訳ー、申し訳って流れっぱなし。やばい、足しびれた。はー、無理。あー、足しびれた。あー、足しびれた。ね、この前マイカもさ、しびれとったよね。しびれた。え、なんかの時しびれよったよ。あーって叫びよったよ。車の中で寝た時。あ、そうや、そうや、そうや、車の中で寝た時や。
なんかもう、もうフラフラな状態でなんか生まれたての子羊みたいな感じでなんか降りててきた。カーブファン、そうめっちゃ好き。やだ、リサ呼んだらほんまにやだ。もうね、やだ。なんかてんちゃんが説明してくれとるよけど、すごい長くて今読めんかった。テンパラって名前、そこからテンパラに似てるというてんちゃんになっちゃう。テンパラなんじゃん。テンパラなんじゃん。やっぱり選手誰が好き。足がしびれてる。待って、菊池選手と松山選手とエルドレッド選手が好き。でもね、なんかアンがね、エルドレッド選手が好きとかってね、普通にまあ言うじゃんか、うん、スタッフさんの前とかでもまあ言っとったよね。そしたらそれをリサが聞いとって、うん、アンナが好きな選手ってレッドブル選手だよねっていうのそれは飲み物だよって言って、私が好きなのはエルドレッド選手だよっていう話をして、めっちゃ面白かった。レッドブル選手やば、面白かった。レッドブル翼を授ける、飛べそうだね、強そう。サナノンリサ同時追、何したんだ。本当だ、本当だ。何追してんの。そのママ誕生日だって今日。あ、別に全然関係ない3人の話題ってこと、うん、そういうことか。あ、でもノリコとリサは一緒だわ、お散歩したんだ。あ、本当だ。あ、お散歩するって言ってたね、うん、出たブランコ。ノンノにいつもブランコ乗ろうって言われる。ノンノいつもブランコっていう。ブランコか。可愛くない。うん、ほんまにいつも言うね、うん、ねえ今日ブランコならって、うん、いつも言ってくる。可愛いね。うん、可愛い。のりことは。そう、普通にのりことか呼びよったけど違う、最近のんのはなんかのりこっていうあだ名なんですよ、自分でしかも言っとって、ね、なんか、ね、なんかあれが面白いよね、なんか由来が面白くない。なんだ、ファンの人となんかファンの人とかで比べてものんのが一番面白いと思う。確かに由来が。弟からなんか肌が黒くてノリみたいな。そう、弟からノリ、ノリ、そう、ノリみたいだからノリコって言われてて、なんかそれでなんかなんだっけ、普通にコラボの中でもなんか自分のことをノリコとか言い出して、でなんかでもアンがなんかノリコっていうのが覚えられなくて、なんかアンがいつも間違えてノブコって呼んじゃって、そしたらもうノンノにじゃあなんでノブコじゃないノリコだからっていつも言われて、でももうなんかアンの中だからノブコって呼んでる。でもなんかのんのは最近アンのことをペロちゃんとかペロってずっと呼んでくるの。もうアンナじゃないの、ペロちゃんって呼んでくる。ペロって言うて、そのノリみたいに黒くないから、別にそう黒くないんだって。弟どういうあれだったんだろうね。そう、まあいいよ、のりこでものぶこでものんのでもいいんだよ。落ちるねって、了解。悪魔後藤さんの奥さんや、ペロちゃん。確かに、そう、なんかアンペロでペロちゃんって呼ばれてます、ノンノから。前髪やばくない。あと10分だったよ。やばいじゃん、あっという間だ。マジいつも早い。10分もやったもん。うん、ちょっと寝るわ。寝とって。初見かっこ3回目、すごい初見じゃないじゃん。ツイッター更新しよう。どれのしよっかな。おやすみなさい。
めっちゃ無言、ごめん、待って、ツイッターしようと思って。まい、まいよ、まいよちゃんと、まいよちゃんが声出演してくれました。あー待って、これちょっとやめよう、このツイートじゃなくて、そうだ、てるてるのんのを載せなきゃ、てるてるのんちゃん、てるてるのりこを載せなきゃ、てるてるのりこ、のりこ真っ白になったもん、てるてるのりこ真っ白よ。ショールーム、やばい、でもあと7分、ショールームありがとうございました。いつも同じ文章、ほんとあんのね、ツイッターって面白くない。まあいいや、ショールームありがとうございました。てるてるのんの、のんのの絵文字ってなんだろう、これにしよう、てるてるのんの、トマト、あ、それにしよう、トマトってある、あった、てるてるのんの日比谷、晴れそうで日比谷の前に最近とっても晴れだね、晴れだね、1日も晴れますように、日比谷楽しもうね、今日はまいよちゃんが声出演してくれてとっても楽しい配信でした。おやすみ、ハッシュタグイコラブ、 OK、 ショールームありがとうございました。てるてるのんの、最近とっても晴れだね、1日も晴れますように、日比谷楽しもうね、今日はまよちゃんが声出演してくれてとっても楽しい配信でした、おやすみ、 OK。 あぶねえ、てるてるのんちゃん取れてないし、嘘やろ、ちょっと待って、パニックリン、パニックリンだけど、ちょっと現在パニックリン、パニックリンです今、てるてるのんちゃん、てるてるのんちゃん、今日はあんちゃんのアシスタントありがとうだって、そんなさやってないよね、え、楽しかったよ、ほんと、なんかさそんな感じじゃないよね、いやあんちゃんの配信マジでいつも思んないけんさ、そうやん、うん、なんかほんまにね、なんか何言っとんか自分でもわからんのよ、やばいツイート、ちょっとあと4分しかない、ほんまに焦っとらん今、優しい人たちだね、マジで優しい、ほんまにほんまに優しいと思う、いやマジ、いやイコラブのファンの人はほんまに優しい、すごい感じる、え、ほんまそれ分かっとる、ちょっと待って、うん、じゃあ読んで、13位、はい、ケンヨンパチさん、ケンヨンパチさん、12位、ユカリンさん、ユカリン11位、シンシンさん、シンシンさん、10位、レグルスさん、レグルスさん、9位、タケッチさん、タケッチさん、8位、ユウヤさん、ユウヤさん、7位、てんちゃん、てんちゃん、6位、暴れないくん、暴れないくん、5位、しげっち、しげっち、ん、4位、のぶさん、のぶさん、3位、ポークたまごさん、ポークたまごさん、2位、ヨッシー、ヨッシーさん、1位、さしなゆいさん、さしなゆいさん、ありがとうございます、マジで待って、しげっち、のぶさん、ヨッシーさん、ゆうやさん、さしなゆいさん、ポークたまごさん、暴れないくん、てんちゃん、やば、8人も、ありがとうございます、本当に本当に、
ありがとうございます。そういつもパチパチくる、めっちゃパチパチ。じゃあちょっとランダムは今日はじゃあ10人ぐらいいって、じゃあちょっと今日マイカさんランダムちょっと読んでもらっていいですか。その間にちょっと私アバターの絵を描くんですよ。そうなんです、新しい。ちょっとまあ10人ぐらい読んどいて、アンナがいいよっていうのマゲラさん、マゲラさん、ゼッパチさん、ゼッパチさん、ヒッキーさん、ミツル、ヘイ、イブキ、かわいい、これ大きいじゃん、分からん、分からん、ちょっともういい、ヘイ、アライバコンビさん、ヘイ、マサさん、マサさん、マサさん、タユさん、さ、カサカサ、はい、匠の技を伝承さん、チャイモン、今日の、今日のランダムアバターの絵、似てる似てる、わかった？なんやろね、似てる似てる。あと何分？今何人ぐらいランダム読んだ？覚えてない。じゃあまあ推薦主権のあと2分じゃやばい。ツイート、レモン称号、レモンだって、あと1分だよ。ミルちゃん、のぺさん、次、やばい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 、いいね、あとじゃんけんもしなきゃ、やばい、いいねいいね、ハラさん、アミューさん、ミルちゃん、リツイート、時間との戦い、ハラさん、アミューさん、トーモーさん、トーモーマサーさんです、ありがとうございました。じゃんけんします、せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、ほい、イエーイ、はい、今日はマイカ、マイオが出てくれました、ありがとう、マイオ好き、バイバイ、バイバイ、みんなみんな、タワーありがとうございました、おやすみなさい、バイ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 。何出したの、覚えてないそんなことあるみんなありがとう、タワーありがとう、本当に8人もありがとうございます、おやすみなさい、バイ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 、8000人ぐらいありがとう。